はようございます。堀建築です。ただいまからインスタライブ見学会スタートです。おはようございます。おはようございます。堀建築の完成見学会インスタライブにお越しいただきましてありがとうございます。本日は京丹波町のお客様のご好意でご出演させていただきます。私は今日案内させていただきます株式会社堀建築代表の堀正彦でございます。よろしくお願いします。それではどうぞ中の絵を見てください。はい、まずね玄関に入っていただきまして、ここもね木と漆喰で仕上げています。少し右手の奥の方を見ていただきます。ここは土間の収納になっています。皆さん方ね、玄関と言いますと、靴がね、たくさんあります。そして、他には、コート、襟と傘、たくさんね、やっぱり玄関に、散らかるというものがあるんですが、こういう広い場所があると、ここに収納ができると。お子さんの三輪車なんかも、ここに置いていただければと思います。さあ、どうぞ、リビングの方へ。はい、リビングに入っていただくと、床と天井が、木で仕上がっています。壁は白の漆喰で、仕上がっていると。なんかとってもこういい感じじゃないですか。一度ね、皆さんこう深呼吸をしてみてください。なんか木の香りがして、なんか癒されるっていう感覚になるでしょうと言いながら、皆さん方はね、こうライブでインスタで見ていただいてますんで、香りまではしてもらえませんけど、今日はね、一緒にそういう感覚まで、味わいたいなと思いますので、よろしくお願いします。さて、このリビングなんですが、南側には大きな窓を、2つ取ってあります。そこから光を取り込む、庭を眺めるという設計です。そしてね、こう左手ずっと正面には壁全体が収納になっています。少しね、もう本が飾ってありますけど、本とともにね、暮らすというテーマが一つこのうちにはあります。壁面全体がこういう収納になっておると。そしてもう少し左を見ていただくと、襖がありますよね。さて、この襖を開けると、隣の部屋には和室がありますよ。普段はこの和室を取り込んだ広さのリビングで過ごしていただくということです。全体になるとかなり広い面積になっていきます。和室の方へ進んでいきましょう。社長、質問が来てます。はい。天井とテレビ収納の木材は何でしょうかということです。天井は杉材です。テレビ収納、この家具ですか。はい、家具はこれパイン材ですね。パイン材の、これは寄せ木になってますけど、天井杉、棚がパイン材になっています。ちなみに床も杉材になっています。はい、あとリビングが一段下がってるんですねっていうコメントもいただいてます。そうなんです、下がってるんですよ。そこのね、お話はね、もう少し後でお話させていただきますんで、ちょっと楽しみにしてください。いいですかね。和室です。和室もね、ここに腰掛けていただいて、本を取り出していただいて、ほっこりとして本を読んでもらうと。そして普段はこんな形で和室とリビングと一体に使っていただくということですね。お客様がお越しになられると、この襖を閉めていただく。でお客様は、先ほど玄関の左手に扉があったと思うんですが、この扉を開けていただくと、自分たちのプライベート空間を通ることなく、直接この和室の空間に入っていただくということです。建具というのは、制御すると、この部屋を仕切る、開ける、一つにするという、そういう効果がありますので、そうしてね、うまくこの部屋の空間を使っていただくということになります。さて、もう一回この和室からね、リビング全体を見渡してください。先ほど玄関からリビングに入っていただいた扉、それから入っていただくと、正面にダイニングテーブルが見えるわけなんですが、その右手に階段があります。お子さんがね、学校からただいまって帰ってきたら、必ず、お母さんの顔を見る、お父さんの顔を見てから、部屋に上がると
という設計になります。お子さんのね一日の、表情なんかを、見てやれるという、まあ、こういうリビング階段というのは非常に、いい設計になっていると思います。ただこういう大空間になると、まあ、皆さん方何か心配なことはありませんかね、はい、ありませんか。そうなんです、冬場なんです。冬場こんだけ広い空間やったら寒いと違うかということなんですが、まあ、そこのところをちょっと少しお話しさせていただきます。まあ、ちょっとあの、資料を使ってお話ししたいと思います。あ、社長すいません、はい、リビング何畳ですかという質問来てます。リビングだけでいきますと、まあ、18畳ですかね。はい、はい、で、ありがとうございます。和室を取り込むと、まあ、22畳の部屋になります。はい、はい、ありがとうございます。まあ、この空間ですよね。この空間と、まあ、2階へつながってますので、まあ、冬は皆さん方心配なんですが、少しねお話をしていきたいと思います。ここに日本地図がありますよね。見えますか。北海道から九州沖縄までということで、北海道は青色になってます、まあ、冷たいという表現ですね。だんだん赤になってくると、まあ、暖かいということです。まあ、断熱材のお話を少しするんですが、まあ皆さん方の服のことでお話をすると分かりやすいと思うんですが、冬場この辺の暖かい地域でしたらセーター1枚でなんとか過ごせると。で、まあ、私たちの住んでるこの辺の地域はセーターとカーディガンを着ましょうと。さらにこの北海道とか寒いところはさらにその上にダウンジャケットを着ましょうと。まあ、そういうイメージで家の断熱材をつけていきます。でそれがまあ日本の国の方でも基準がありまして、まあ、横の表なんですが 1,2,3,4,5,6,7,8 とあります。で私たちの地域っていうのはまあこの辺になりますかね、この辺ですかね、合ってますかね、この辺、はい、はい、この辺ですね。ということは色でいきますとこの5番6番とこういう地域になります。こういう地域で、どういう断熱をしていくかということなんですが、まあ、もう一枚の資料になります。5番6番の地域です。5番6番の地域は、まあ、0.87、 これは熱が逃げる基準です。でずっと 1,2 の方へ行きますと熱が逃げたら、寒いですよという意味で 0.46 で、まあ、堀建築このうちはこの基準が今 0.44 の基準で仕上げてますんで、まあ、北海道の家の基準より少し基準の高い家で作らせてもらうということなんです。でお家を買うときに少し自動車と、考え方を合わせていきますと分かりやすいと思うんですが、自動車を買うときに燃費を考えられますよね。まあ、1リットルあたり何キロ走れるか、まあ、経済的な車と。で家を購入するとき燃費とは、まあ、光熱費と、まあ、快適性ですね、まあ、そういうことを考えた家を考えていきましょう。で、まあ、UH 先ほど言いましたこの熱の逃げる量、この量が、まあ、0.6 とあります。これが、まあ、皆さん方このゼッチというねゼロエネルギー住宅の基準になってますので、まあ、最低 0.6 より低い家を求めていっていただきたいと思います。さてこの家の断熱のちょっと模型を準備してますんで、どんな断熱をしとるかとちょっと分かりにくいんですけどね、まあ、これが壁と柱だと思ってください。その壁の中にこの紙ですね、紙の腰っていうのが、まあ、ギンギンに断熱として入ってます。まあ、約 10.5 センチ、まあ、10.5 ミリですね、もしくは12センチ入っています。そしてさらに今度外側になります。まあ、外側が、まあ、これが、うん、断熱材なんですけど、まあ、ちょっと上から見てもらいましょうか。まあ、これがこの厚み3センチ5ミリ、3センチ5ミリ、 3.5、まあ、こういう断熱材が入っていると。まあ、この壁の断熱、外の断熱ということで、まあ、ダブルの断熱をすることによって、まあ、この北海道基準の断熱性能の家が作れると、まあ、このうちはそういう家になっています。だから冬小さなエネルギーで家全体を
暖房ができるということなんです。はい、そしたらどんな機械で暖房していくかということをちょっとお話をします。まあ、エアコン、まあ、床暖房、ストーブとか、まあ、様々なあの方法がありますけど、今堀建築ではまあ推奨しているのがエアコンです。エアコンといいましても床下エアコン。少しこのパネルを見ていただきましょうか。まあ、家があります。床です。ここにエアコンを入れて、ここから暖房を出すということなんです。それがまあ実際どんな形でエアコンがついてるのということで、実はこの格子の向こうにエアコンがあります。これを外すとエアコンになっています。特殊なエアコンではありません。まあ、普通のエアコンで、まあ、いけますということですよね。で、それがもう一回このパネルを見てもらいましょうか。床下に暖かい空気を出すことによって床がぬくもりますよね。そしてこういうがらりです。まあ、床に何箇所かこういうがらりを切って、ここから熱を出します。そしてまあ、ここも洗面所につけてるんですけど、まあ、換気扇ですね、床屋さんっていうファンをつけて強制的に熱を出す。そして家全体に空気を回すということです。で、それには先ほど壁の断熱の話はしました。で、基礎の断熱がちょっと特殊な基礎をしてまして、この白い部分が断熱材で、コンクリートを覆うということで、床下は、家の中と同じ環境になります。こうして外側に、まあ、分かりやすくというと発泡スチロールのような断熱材が残る。シロアリに非常に弱いです。そういう対策をした断熱材を使いますが、さらにシロアリ対策としてタームガードという特殊な工法でシロアリの対策も練っていくと、まあ、こういうような工法です。またね、詳しくはゆっくりとお話をする機会を設けていきたいなと思います。はい、質問をいただいてます。はい、床暖房と何が違うんですか？床暖房との違いは、まあ、機械が違うのと、まあ、熱源、まあ、床暖房と温水を回すということが違う。で、これは空気を回すことが違うと。まあ、コスト、つける時のイニシャルコストが、まあ、かなり低くて床下エアコンはいけますよと。で、もし15年20年で機械が傷んだ時、床暖房が潰れた時、取り替えるとなると床を全部めくってしまうということなんですが、これはこのエアコンを取り替えるだけなんで、まあ、本当に簡単に取り付けできるというようなことです。はい、暖かいは床がポカポカしますんで、まあ、輻射熱っていうんですけど、まあ、床暖房と変わらない暖かさは確保できます。はい、はい、ありがとうございます。はい、それではね、皆さんもう一回ちょっとリビングの方を見ていただきましょう。先ほどリビングが一段落ちてるんですねという質問がありました。ちょっとそちらへ進みましょうか。ここはね、プレイルームということで、設計をしてます。先ほどね、本とともに暮らす家というテーマのもう一つね、音楽に、包まれた家でしたかね。はい、はい、そういうテーマでも設計をしてます。で、ここにね、アプライトのピアノが入るということです。ちょっとピアノ弾いてみましょうか。蓋を開けます。どうですか？こんな感じでピアノの音が部屋中に、家中に響くということですよね。まあ、そういう趣味とそういうことがこのリビングでできる空間を作りました。そして